社長の武者修行はい皆さんこんばんは小金沢です今日はですね社長の武者修行シリーズ2日目終了いたしました、えー、ラーメンの撮影をしたりとかあとはですね動画のフィードバックを頂い,いたりとかして、えー、少しずつ少しずつできることが増えてきました是非ご覧になってくださいどうぞ 動画のフィードバックをいたただきました動画をより良くするためには、えー、たくさんいい映像を見ろとそれが一番近道だということでたくさんの DVD の宿題をいただきました午後の準備です昨日教えていただいたことを一つ一つ丁寧に手伝っていき、えー、リハーサルではインカムをつけて喋ってみたりとか 初めてのことをいろいろと経験しました。出来上がった動画は、見てください。僕がなんか主役になったみたいですよね。初めての感じで、これもすごい嬉しかったです。さあ、いよいよ本番です。この本番のピリッとした空気感。撮影する側もされる側もプロ同士なので、なんとも言えない刺激があります。本当に学びになった一日でした。 皆様いかがだったでしょうかなんと明日はね、ラジオの収録についていけるそうでございます。ちょっと違った雰囲気の動画ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ明日もご覧になっていただけると嬉しいです。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。じゃあねー。